西俊久です。監督や仲間と一緒に全力で戦い、甲子園を目指す姿、必死で生きる様に強く感動しました。悔しくないのか。監督と教え子の絆の強さに共感して、あの頃の記憶が蘇りました。高校生時代の選手同士ではなかなか分かり合えないところが、大人になってから許し合えるところがあった。いろいろ考えさせられる映画でした。